はい、どうもフメンデルです。今回ですけれども、三月セレボリーに向けてですね、これからね、皆さん一緒に、準備していきましょうという、はい、動画となっております。で、まあどれぐらい貯めればいいのかとか、そういうところをね、ちゃんと喋っていきたいと思いますが、まずはね、三が日セレボ、今年の三が日セレボですけども、まあ、どういうのが来ているのかっていうところとかをね、まあ、おさらいしていきたいと思います。で、三が日セレボですけども、まあ、こんな感じで、1日目はスターウォーズセレボですね。まあ、全部がスターウォーズではないんですが、まあ、目玉はやっぱりジェダイルークというところですね。他のスターウォーズのセレボ、ツムとしてはですね、まずストームトルーパーが、まあ、ちょっとレアツムで復活したのは、まあ、嬉しい方は結構いたんじゃないかなと思います。はい。で、他はあんまいなくて、スターウォーズ以外だとバネロッペ、ジョーバソフィアが、まあ、使えるかなと思いますけども、まあ、このツムもそこまで強いけど、まあ、まあ、みたいな感じなんで、まあ、やっぱね、ジェダイルーク一強、のみの、まあ、セレボだったんじゃないかなと思います。で、自分はこの年に、この時に、ですね、サブアカの方で、400万貯めたんかな。で、セレボを全突破してですね、スキルレベル4まで上げて、で、かつスキチケ使ってスキル5まで上げたんかな。はい、それでもう、54使ってね、万枚簡単に稼げるようになったということで、いや、めちゃめちゃ、ここのセレボを、激アツすぎてよかったなと、思いました。まあ、ね、皆さんもね、そういう方結構多いと思うんですが、三が日セレボね、今年の三が日セレボは全26種類だったんで、まあ、確率的には 4% ぐらいなんで、ちょっと厳しいっていうところがあったんですが、まあね、皆さん、頑張ってくれたんじゃないかなと思います。で、自分結構去年もですね、どれぐらい貯めればいいのかとか、その辺をね、動画にしてですね、まあその辺をちゃんとやってた方は結構引けたんじゃないかなと思います。はい。という感じで、まあ1日目はね、こんな感じでございます。はい。ということで2日目見ていきましょう。2日目ですけども、ヴィランズセレボですね。はい。まあ、おすすめで言うと、ジャマレ、ガストン、マレドラ、ホンドキングというところですね。はい。いや、この時にガストンのセレボがね、はい、初ラインナップということで、いや、ガストンをスキルマネ狙ってた方は超大歓喜だったんじゃないかなと思います。セレボの内容としてはね、2日目が一番激アツだったんで、まあ、ちょっとジェダイルーク持ってる人はですね、まあ、皆さん、この2日目に、使った方が多いんじゃないかなと思います。はい。1日目はジェダイルークがね、一強だったんですが、2日目はね、ジャマレ、ホンドキング、マレドラ、ガストンという、まあ、4つですね。まあ、ダルマミッキョンいれば5ついるんですけども、まあ、その、ね、かなり強力なね、ツムが、まあ、ラインナップされているということで、はい。めちゃめちゃおすすめでございます。で、個人的にはね、ブギーがラインナップされてるんで、まあ、それもね、またおすすめかなと思います。今、ピックアップできてますけども、はい。そんな感じで、2日目は、まあ、ヴィランズ系のね、セレボということで、まあ、目玉はね、こんな感じです。はい。いや、2日目、マジで、これがね、多分一番激アツだったセレボだったんじゃないかなと思います。過去最高の激アツセレボです。はい。ということで、次を見ていきましょう。3日目になります。3日目。キングダムハーツセレボということで、こんな感じです。キングダムハーツのツムって、演出めちゃめちゃかっこいいんですけども、強いツムいるかっていうと、そこまでいないんですよね。強さ的に。で、まあ、強いっていうか、まあ、コイン稼ぎ、低スキルとかでも使えるっていうと、まあ、アクアが結構おすすめというところと、この中で言うと、ハピラプが、おすすめかなと思います。で、まあ、他にいるかっていうともういないんですよね。なんで3日目引いた方はね、ほぼいないかなと思われます。はい。でちなみに、キングダムハーツのツムは、シャドウ以外は確か全ツム復活してます。で、ボイス付きのツムは全てボイス付きで復活してるんで、はい。まあ、コレクション要素としてはめちゃめちゃ、いいセレボだったんじゃないかなと思います。まあ、アクア、ハピラプもですね、まあ、1日目のジェダイとか、
2日目のジャマレ・ガストンとかマルドラとかと比較するとですね、そこまで強くないんで、まあ、やはりね、3日目はちょっとしょぼすぎたかなと思います。この内容だったらデレラとかね、もう本当に入れてもよかったんじゃないかなと、個人的には思います。はい。という感じで、まあ、3日目がね、こんな形で、登場しております。で、これがね、三が日セレボの、内容、が、以上となっております。で、まあ来年もね、三が日セレボが来ると思うんですが、まあ同等のね、セレボが来ると思われますので、まあどういう準備をしていけばいいのかというところで、ちょっとね、下の方を見ていきましょう。三が日セレボに向けての準備ということで、まあ自分の予想なんですけれども、まあ来年のね、三が日セレボは今年と同様に全26種類に新ツムが1体入ってくるというセレボとなると思います。で、この新ツムがおそらくペアツムになるんじゃないかなと思います。なので、まあペアツムってもう、単純に強いじゃないですか、ツムツムの中で。まあ、最低ラインは超えてくるような強さを持ってるじゃないですか。マイク&サリーも、そんな強くないかなと思ったけど、まあ、結果は結構強かったじゃないですか。エルサラも強いですし、はい。なので、まあ、おそらくね、2ヶ月ごとに新ツム、新ペアツムは来るので、まあ、1月にね、来るというのは、まあ、ほぼ隠してると思うんで、はい。まあ、来月ね、11月に新ペアツムが来れば、まあ、1月に来るのはほぼ確実するんで、まあ、その点においても、来年の三が日セレボはね、またさらに熱くなると思いますので、コインはね、貯めた方がいいかなと思います。で、狙ったツムをね、確実に引きたい人はね、最低400万必要かなと、考えております。はい。で、400万ね、使ってもね、出なかった人はね、いるんですけれども、まあ、それでも400万あれば、自分は一応、ジェダイはスキル4作れましたし、まあ、最低1体作れ、確保はいけるかなっていうところは、まあ、400万あれば、妥当なんじゃないかなと思いますので、はい。で、まあ、今10月24日ですけども、まあ、2ヶ月ちょいあるんで、まあ、自力のコイン稼ぎ、プラス、まあ、イベントとかの報酬とかでもね、かなりもらえますんで、まあ、その辺でですね、今から頑張れば400万ではね、結構か、頑張ればね、いけると思いますんで、ぜひともね、頑張ってやっていきましょう。まあ、1週間に30万ぐらい貯めれれば、400万は貯まると思いますんで、ぜひね、コツコツ貯めていきましょう。ただね、スキチケ、ピックアップのスキチケは必ず回収していってほしいんで、まあ残り11月、12月のピックアップがあると思うんで、まあそこの90万っていうのは確実にもうプラスね、確保しなきゃいけないということなので、まあ、実質まあ500万ぐらいは欲しいかなというところですね。あとはまあ12月とかはね、いつも強いツムが来るので、まあその辺も、まあちょっと視野に入れて、もうプラス、頑張っていただきたいなっていうところが、まあ、自分としての、まあ、意見でございます。で、来年のね、目玉ツムの予想なんですけども、まあ、やっぱりスター・ウォーズが来ると思っていて、まあ、アナキンかジェダイどっちかはね、入ってくるんじゃないかなと思います。で、ダース・ベイダーがセレボに全然来てないんで、今回はね、ダース・ベイダーがラインナップしてくるんじゃないかなと思います。で、2日目、まあ、これ2日目、3日目とかはわからないですけども、自分個人的には、まだアドエルが復活してないっていうところがありまして、アドエルがね、来るんじゃないかなと思います。で、雪エルじゃない、アナ雪のシリーズのツムってかなり、いっぱいいてですね。で、かつ、まあ、結構強いんで、まあ、特に雪エル、アドアナは結構強くて、エルサラもね、奥行けるツムですし、コインもまあぼちぼち稼げるツムで、まあ、そういうかなり強力なツムが入った、まあ、穴行きセレボ来るんじゃないかなと自分は思っております。はい。まあ個人的に金ハーよりかも熱いと思うんで、こっちの方が、まあ、こっちにした方が運営さん的にも、まあ、お金は稼げるんじゃないかなと思うんで、まあこれがいいかなと思います。で、まあ3つ目はですね、まあヴィランズセレボということで、はい、ジャマレ、ガストン、パンプキンキング。すいません。で、パンプキンキングはね、まあ、今ピックアップで、復活してますけども、セレボでね、全然復活しないんで、まあ、この三階セレボでね、ラインナップしてくるんじゃないかな、というところで、まあ、自分はラインナップ予想をさせていただいております。
はい、まあ、こんな感じでですね、まあなかなか熱いセレボがね、おそらく来年、来るんじゃないかなと思いますので、まあ、最低400万貯めていきましょう。まあ自分もサバーカーはね、400万以上貯まってるんで、あの新積むとかもほぼ全く引かずに、頑張ってね、コインをねそのまま維持していきたいと思います。もうなんならピックアップも引かないぐらいでいっちゃおうかなと思います。ちょっと積むスター忙しくてね、サブアカの方もなかなか手が回らないんですが、まあそんな感じで、まあ皆さんね、残り2ヶ月ちょい、コイン稼ぎ頑張っていきましょう。今年もう終わってしまいますね、早いね。はい、ということでね、今回はこれで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではバイ。